4月9日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。4月9日生まれの方は現実的に物事を考え、安定志向な方です。物質的にも恵まれたいと考えていますので、儲け話が好きで鋭いビジネスセンスに恵まれています。仲間と過ごす時間を盛り上げてくれるムードメーカー的な存在です。明るくて気さくな面が目立ちますが、礼儀正しさもしっかりと身につけていますので、年上の方からも好感を持たれます。いろんな世代の集まったコミュニティにおいても場を和ます役割を果たし重宝されます。人と関わることを好み、大切に考えていますので、交流の場へ進んで出かけていく積極性もあります。そして自然な流れでまとめ役になってしまうような仕切り屋さんな一面も持ち合わせています。しかし、どのグループでリーダーシップを発揮しても気さくで面倒見が良いので反感を買うことはありません。むしろ頼りにされすぎて自分のキャパシティを超えてしまうような事態に陥ることもあります。安易に頼みを引き受けると八方美人だと思われたり疲れすぎたりしてしまいますので、大変じゃない程度に絞って引き受けるようにしてください。また疲れをためると神経質になり、周囲に対してピリピリしてしまいがちです。そして時にはストレートに批判の言葉を口にしてしまうこともあります。そうなると後で本人が一番落ち込んでしまいます。関係を修復するのにも苦労する可能性も出てきます。ストレスをため込まないように、自分の受ける頼まれ事の量を調節し、ゆっくりする時間を取ることが大切です。知性豊かで自分の考えを相手に分かりやすく伝えることのできる能力があります。人を批判しそうになってしまった時には、一呼吸置いて上手な伝え方に変更して争いを回避してください。高い理想を持ち、目標に向かって努力を重ねることができる方です。柔軟性が抜群ですので、さまざまなことを吸収し、多くの才能を開花する可能性も秘めています。これだと思う分野があれば思い切り打ち込んでみると、大きな成果を手に入れることができます。またひらめきや直感の力に優れていることも素晴らしい特徴の一つです。勘に頼るのは怖いかもしれませんが、大きなチャンスを手に入れることのできる素敵な能力ですので、ここぞという時に使ってみると良い結果を迎えられます。そしてナイーブなところがあり、夢に向かって頑張っていても時にマイナス思考に陥ることもあります。そんな時には一度立ち止まって、これまでの自分を振り返ってみるようにしてください。重ねてきた努力の跡がしっかりと残されており、少しずつでも前進してきたことがわかります。
努力家な方ですので、これから先もどんどんと進歩を続けていき、目標を達成することができます。恋愛運、楽しいことが大好きな方ですので、常に新しいことに挑戦をし、落ち着くことがありません。このような方が心奪われる相手は、同じように夢や理想に向かって前向きに進んでいくような知性派の人です。繊細で深い思いやりがある割に、安定した交友関係を築くことは少なくなります。時々寂しくなってしまうようなこともありそうです。しかし、様々な経験をしたいという願望を抱き、そのような人生を歩んでいきます。パートナーにも冒険することを忘れていないような、無邪気で知的な人を選んでいくと長続きできます。パートナーに対しては誠心誠意尽くそうと努力をしていきます。誰に対しても親切で優しく接しますので、誤解を受けることもあるようです。結婚後は家庭を大切にしていきますが、家庭内に落ち着くことは稀で、仕事と家庭の両立を目指して頑張る人が多くなります。仕事運、どのような相手にも分け隔てない優しさと気配りをしていきます。明るくぬくもりを感じる人柄から、どんな仕事についても自然と輪の中心にいて活躍をすることが多いようです。機会が相手のような仕事よりも、人と関わる仕事を選んだ方が楽しく仕事ができる方です。売上や営業成績など具体的な目標を示してもらえると、やる気に火がつきますので、高い目標を設定してもらいましょう。目標を設定すると、極度の負けず嫌いですので、何としてでも目標まで努力しようと果敢に取り組んでいきます。そして目標まで絶対に到達していきます。組織の一員として働く場合には、旗振り役が向いています。生まれつき持ったコミュニケーション能力の高さから、交渉や営業が向いています。また科学的な分野にも興味を持っていきますので、科学や工学関係の仕事も適しています。段取りが非常に良い方ですので、どんな分野でも頭角を現していくことができます。金運、交渉事が得意で努力家ですので、非常に金運に恵まれた方です。お金儲けの才能は抜群で、いかに利益を出せるかを考えながら仕事に当たっています。会社の売上に大きく貢献することを楽しいと思うようなタイプの方です。それにより、会社から高い評価を得て満足できる収入を得られます。しかし、人付き合いを大切にしていますので、人にご飯をご馳走し、プレゼントも送ったりすることが多くなります。また周囲のお金に困っている人へお金を貸すようなこともありそうです。基本的には、そのようにお金を貸してしまってもお金に困ることのない素晴らしい金運に恵まれています。以上、4月9日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。